はい、皆さんこんにちは、チャカです。今回は毒ガスとウサギで有名な大久野島へ行きました。それではレポートしていきます。どうぞ。はい、船着き場に来ました。これよりね、船に乗ります。こんな感じ。あれかな、今から乗るやつ。一応11時半の便だね。一応フェリーと客船タイプがあるんだけど、今回は客船タイプに乗ります。で、乗船切符はこちらって感じだね。はい、はい、こちらが多田の海港ターミナルになります。こちらで切符を買ったので、これから出発です。あ、すごいウサギのシルエットが乗ってる。かわいいね。すごいおしゃれだよね。まだ新しいんじゃないかな、ここ。あ、書いてあるね。多田の海港からウサギ島で、あと、第3島っていうのかな、なんていうか分からないけど、はい、まあ、ウサギ島を経由してあっちの島にも行けるみたいですね。はい、こちらが、今日乗る船になります。はい、こちらはなんか休暇村が運営してるやつらしくって、ちょっと小さい船です。一応これとは別に、フェリーもあります。はい、今から船乗ります。はい、どうぞ。私のはじめ、はい、じゃあ出航です。出航です。また島内には現在700羽にもなる野生のウサギが生息しています。はい、まもなく到着します。到着です。はい、大久野島到着です。よし、じゃあとりあえずシャトルバス乗って、で、休暇村のレストランに向かって、とりあえず腹ごしらえをして、今日一日スタートしたいと思います。はい、こちら大久野島の休暇村ですね。こちらで、お昼ご飯を食べます。休暇村レストランウサンチュカフェさんでタコ天カレーをいただきました。というわけで、とりあえずウサギが活発になるのが夕方ぐらいらしいんで、とりあえずあのウサギだけじゃなくて毒ガスの島としても有名だから、まあちょっとね、そっちの毒ガスとか遺構っていうのかな、その日本陸軍の遺構とか、そういうのをちょっと映していこうかなと。なんかグデーってしてる、グデーってどうしたのかな、寝てるのかな、これ寝てるね。じゃあとりあえずあのどんどん移動していこう。あちこちにね、あのウサギがあの穴掘ってるせいかさ、めっちゃ穴がある。これほら、なんとあのこの島には700羽のウサギがいるらしいです。すごいよね。はい、自動交換機跡だそうです。中何があるんだろう。よくわからないね、うん、そもそも自動交換機って何ぞやって話だよね。で、ここが、毒ガス資料館。毒ガス資料館、有料施設。これ撮影できるのかな。毒ガス体験中。毒ガス体験はないでしょ。ちょっと聞いてみようかな、なんか撮影できるって。ここはキャンプ場だね。い
いね。こんなウサギがさたくさんいる場所でキャンプできるなんて素敵だよね。また遠くから走ってきた。あー、まだこっちからも来た。あ、もう、あー、ちょっと待って、分かった分かった、あげるから。いっぱい来た、いっぱい。ちょっと待って。はい、人参タイム。もぐもぐタイムです。めっちゃいる。さあ、じゃあちょっとこんだけたくさんいるんで、ちょっとそろそろピーマンをね投入しようかなと思います。さあ、猛者よ来たれ。あれピーマン食べてる。あれ諦めた。これはあかんってなってるのかな。あ、食べる子は食べるで、黒い子食べてない。黒い子好きみたいだよ。あ、この子も食べた。食べる子は食べるね、これ。でもかなりピーマンは好き嫌いが分かれるみたいだね。すごいね、木の猫こんな風になってる。多分これウサギが穴掘ってさ、多分中にこう住み着いたりとかしてるんだろうね。ね、食べるの遅いね、意外とね。しっかり噛んでるんだよきっと。はい、ここはなんか発電所跡ということで、ちょっと行ってみましょう。ここすごい、ここすごい、すごい、普通にすごいぞこれは。てかこの絵すごくない？発電所跡。この建物は大久野島で毒ガスを製造する際に電力を供給していた発電所跡。当時両方の写真に写っているディーゼル発電機が8基設置され、いずれも重油を燃料にしていました。なるほどね。でここで発電して、その電力で毒ガスを作ってたのね。だから何うちがどんどん来るんだけど。
危ない危ない。この島ね、なんとね、こういう至る所にこうやって水が置かれてるんだよね、ウサギ用の。もう完全にさ、ウサギをさ、島ぐるみで育ててるのがよくわかるよね。本当はね、島のね、中央の方にね、こういうところから上に上がっていけるんだけど、基本的にね、立ち入り禁止にされてるんだよね。コロナ禍で人が減ったから管理してないのか、単純にだいぶ前からなんかの理由でやってないのかわかんないけど。あ、なにこれ、なんかロシアンブルーみたいな感じ、色が。なんだろう、なんかすごいトローンとしてる。死にかけなのかな、寝てるだけ、寝てるだけなのか何なのかわかんないけど、すごい目がトローンとしてる。ちょっとそこの元気のない子に、じゃあちょっと人参をちょっとあげてみましょうかね。なんかガッツリ食べるあれ元気なさそうに見えて結構早いよ、これ食べる速度あれ元気だった、しかも結構めっちゃ早い。え、こういう作戦なのこれ。こいつもこの作戦だよ。こいついつもこの作戦だよ。あれ、中の遺構があるよ。ちょっと行ってみよう。でもなんか綺麗なんだよね、この遺構。ここもなんかあるね、下。さっきのところの下。あ、ここになんか書いてあるよ。北部砲台跡。なるほどね。ってことは毒ガスの遺構じゃなくて砲台跡だったんだ。24センチカノン砲の砲台なんだ。カノン砲のカノンってこんな字書くんだね。ね、当時はあんまりカタカナ使ってなかったから、多分無理やり漢字当てたんだろうね。よし、じゃあちょっとこっちの方行ってみよう。で、ここの上が遺構なのかな。ちょっと見てみよう。よいしょ。おー、なんだこれ。もうなんだかはよくわかんないね。でもこの辺に砲台があって、なんかこう影に隠れながらドーンドーンってやったのかな。ね、そういうことよね。ここにキャノンがあったんだよね、多分ね。脚立もあるしね。関係ないか。で、こっち側は何があるんだろうね、ここの階段の上。
北部砲台あと毒ガスタンク台座。砲台から毒ガス放ってたってこと？よくわかんないけど、ちょっと行ってみようか。すごい、これが毒ガスの台座なんだ。大きい箸置きみたいですね。そうだね、大きい箸置きみたいだね。じゃあ今度はここのトンネルくぐって向こう行ってみよう。何があるんだろうね。なるほどね、カノン砲が3つあるから同じようなのが続いてたんだね。へえ。すごい、何これ、この辺の石壁とかも昔からあったやつなのかな。ラピュタっぽいですね。あ、そう、ラピュタっぽいよね。そう、私もね、そう思った。あの地平線輝くのはみたいな感じ。じゃない、これ。あれ、なんか遺構あるよ。ほら、なんだろう。行ってみよう。長浦毒ガス貯蔵庫跡。毒ガス貯蔵庫なんだ、だったんだここ。へえ。すごいね。あ、そうか、貯蔵してたから大きいタンクが必要だったんだね、きっと。だからこんな大きな遺構があるんだ。すごい、でかいね。陶磁器製毒ガス製造器具。すごいね。当時は陶磁器で毒ガスの製造器具を作ってたんだね。どれが何に使うものなのかよくわかんないけど。ウサギの耳みたいなやつがあるよ。なんだろうこれ。ウサギの耳。集音機なんだ。へえ。あ、神社ある。ちょっと行ってみよう。なんか錆びれた神社って感じだね。中すごいことなってるじゃんこれ。もう神社としての機能果たしてないよね。ね、倒壊しちゃってる。あ、灯台見えてきたね。大久野島の灯台だね。はい。
遊歩道があるね。遊歩道はさすがにウサギいないよね。夕日の丘。夕日の丘ってなんだろう。夕日の時間でラッキーですね。ね、ちょうど夕日の時間でラッキー。夕日って知っててこの時間に来たんですけどね。って言ったら私有能じゃない。さあ、すごい地面が何これ。なんか雨で流れたのかな。ね、綺麗だね。はあ、結構きつい80m。80m の歩いた価値あるんでしょうね。はあ、南部証明書跡。この証明書ってのは何だろうね。灯台があんなに低い位置にあるよ。結構歩いたね。なんか獣道みたいになってきたね。展望台かな。あ、展望台だね。あっち休暇村だ。こんな感じだね。いいじゃん、いい景色。大丈夫だよ、まだあるやん。フィーバーモード入ってきたんじゃない。フィーバーモード入ってるよね。おいでおいで。あるよ。わ、かわいい。ポリ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 。だんだん増えてきたよ、このエリア。あ、すごい白、白かわいい。はい、ピーマン。あ、この子ピーマン食べた。ピーマン食べる子いる。わけでうさぎの島奥の島でした。はい、チャンネル登録、いいね、よろしくお願いいたします。ちゃがでした。